こんばんは、百州武道具店です。今日はですね、ちょっとだけ思考を変えまして、そもそもなんで私が防具屋なんてやってるんだっていう話をします。興味ない方も全く聞いていただかなくて結構なんですけども、ご存知の方も多いかもしれませんが、私もともとサラリーマンやってました。東京で会計事務所に勤務してましてですね、息子が生まれた翌年、実家の香川県に、妻と息子と戻ることになりましてですね、家業はもともとはですね、商店街の魚屋でしたけども、その時は仕出し屋さんをねやってました。で、仕出し屋さん、料理の宅配なんですけども、どんなことやってたかというと、葬儀会館っていうのがね、もう何個かあって、大手さんのね、そういうところに料理を納めてたんですよね。で、要は下請けですよ。で、忙しい時はもうとても人手が足りないぐらい忙しいんですけども、暇な時は全く仕事がないと、これが下請けで、しかもね、葬儀屋さんに料理を納めるってことは、いつ人が亡くなるかわからないので、もう24時間待機なわけですよ。もう本当に寝た気がしない、もう休みはないのももちろんないし、寝た気がしないわけですね。これがもう何年も続いてたと。で、朝の2時からね、起きて何時間もこう天ぷらを揚げてたってことですよね。で、東京の日本橋でね、おしゃれに勤務してた、もう面影はまるでありません。もう毎日ね、天ぷら粉まみれです。それでもね、息子、孫はね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に面倒見てもらってですね、幸せなこともありました。ただ、ある時ですね、やはり無理がたたって、父がヘルニアで、もう腰痛くなっちゃって入院することになったんですよ。で、ヘルニアの手術っていうの難しいらしくて、失敗したらもう目も当てられないと。で、それでもでもですね、その痛みから逃れたい一心で手術をすることになりました。ところが、いざ手術台に行くね前に、過去にですね、心筋梗塞をした後がレントゲンで映ってしまってですね、急遽手術ができないことになったんですよね。で、そんなこんなで結局ね、もう父と私はもう仕出し屋がそれ以上できなくなってしまったんですよ。で、そんな父の話なんですけども、剣道やってましたですね。私がサラリーマン辞めて田舎に帰った頃ですね、大切な剣道具と車がですね、盗難にあったんですよね。で、正確には車を盗難されて、その車のトランクの中に剣道具を入れてたんですよ。で、ずっと出てこないと。ね、鍵をしてなかったのも悪いんですけども、当時の田舎なんてね、自分家の駐車場で鍵をしてないなんて、もうむしろ当たり前で、なんなら鍵もつけといたっていうぐらいのね。で、結局ですね、若い10代の子がね、遊び半分で車を盗んでいったっていうのが分かるんですけども、この話はね、ここから思いもよらないね、方向に急展開していきます。ある時、警察から電話がありまして、宇賀さん、犯人が見つかりました、車が見つかりましたという連絡があってですね、犯人に剣道具のことを問いただしたらですね、遊ぶのに邪魔だったので海に捨てたっていうんですよ。もうね、20歳の頃ね、父がね、自分の先生通じて買ったこの大切な剣道具はね、海に捨てられてたんですよ。でも、はためにもね、父の顔はもう真っ赤っかになってましたよ。で、私も自分のことのように、もうその時の怒りが込み上げてきて、もう絶対に許さないと、もう許せないと、もうどうしてくれようかって考えてたらですね、また一本の電話がありまして、今度は犯人の父親からだったんですけどね、犯人の父親は、なんとですね、もう父のね、友達だったんですよ。で、どのぐらい親しかったかとか知りませんけれども、なんとかこれで勘弁してほしいということで、30万円を積んできたそうなんですよ。で、車と剣道具で30万でしょ。もうとてもね、もう話にならない。家族としては話にならないと。で、私はもう父にこれで許して絶対ダメだよって強く言ったんですけどもね、昔の人間である父はもうこうなったことは仕方ないと。もうこの30万で新しい防具を買うよと。もう次に進むことになりましたね。もう気持ち切り替えるしかないと。で、剣道日本とかね、剣道時代とか、雑誌をね、たくさん買ってきて、カタログを請求して、自分の小遣いちょっと出して、40万円弱ぐらいの、もう本当に一生もんですよね、防具を買いました。自分でサイズを計測して、カタログにこう入ってたね、注文用紙の名前と住所とサイズと書き込んで、それで3ヶ月、もう本当それだけをね、楽しみに待ちました。で、ついに新しい防具が届きました。で、父の顔もね、本当に嬉しそうなんですよ。でも、これでね、ようやく嫌な出来事も忘れることができるって、もう本当良かったと。防具一つでね、もうそのようなね、晴れ晴れした、もう家族全員がね、そういう気持ちになれるってね、いや、本当ね、防具屋さんってね、いいなと。で、その時思ってですね、私もいつかもう防具屋をやりたいという強い気持ちがね、その時にやっぱり湧き上がってきたんですよね。で、防具を買う人っていうのは、もうお一人お一人ね、ただ買ってるんじゃなくて、もう一生もののつもりでね、もういろんなことを胸に抱えながら注文されるんです。
ただ防具買ってるわけじゃなくてですね、私はそれに毎回全力で応える義務があるんです。もう価格だけで防具選んでる人なんてもうまずいないんですよ。で、そういえばですね、私がその麺のサイズにね、普段こだわってるっていう話をまだしてなかったんですが、ちょっと余談ですけども、その嬉しそうなね、父の新しい防具、実はですね、最後話しますけども、実はサイズが合わなかったんです。麺が小さくて合わなかったんですよ。麺が合わなくて、それはね、僕が防具屋始めてからもぴったりこう合うように直してあげたんですけども、サイズ合わせもね、一緒に大事だなっていうのがよく分かった。自分で測るだけじゃダメなんだなっていうのがね、よく分かりました。そんなね、熱い気持ちがもうたくさん積もった武道具店が百州武道具店です。防具のことで分からないことを本当にね、お気軽に相談してください。サイズのことをお気軽に相談してください。今日はですね、防具に全く関係ない話をですね、聞いていただいてありがとうございました。